派の者の旅路に幸あれ。冒険者に母なるクリスタルの導きがあらんことを。はい、皆さんこんばんは、ちひろでございます。ファイナルファンタジー14オンライン申請オールザ編やっていきましょう。今日もいや綺麗な夜空でございますよ皆さん。ちょっとね、妖精さんが気になりますね。ちょっと1枚撮っちゃおうか、いきなりだけれどもね。あいいな、ここで変身いただこう。うん。ね。ティギーも。どうすかなぁ。まあ、こんなもんでだ。カラーエフェクト、鮮やか4。鮮やか1。鮮やか1でいいな。うん。ね。視覚診断、今回なしだ。
ここに視線もらおうか。うん、はい。で、シノさんはにっこりしたところで、ストップ。で、妖精さんは、この状態でストップ。ね、ティギはいいや。これで写真いただこう。すげえ吠えてんな、妖精さん。よし、いいね。いや、綺麗だね。しのさんも綺麗だけれどもだ。ね、月が綺麗でございますよ。うん、素晴らしいじゃないか。こんな綺麗な夜空をね、オンラインゲームに、ね、持ってくる。あ、見てください、あちらね、帝国の組織ね、施設。なんだろうね、あそこに行くことないのかな。はい、というわけで、まあ、前回ね、まあ、ガルーダを倒して、ね、なんと、アルテマウェポン出てきちゃったね。アルテマウェポンの前ではね、3つのね、我々がね、倒してきた、イフリート、タイタン、そして、ガルーダ。が、手も足も出ないと。うん。まあ、瞬殺されてしまうわけよね。アルテマウェポンに。それが帝国の手にあるものだっていうから、もうこれからどうなっていくのか、もう、わかるよね。うん。そのアルテマウェポンとね、戦っていくことに、まあ、なるでしょう。というわけで、なんでね、もういきなりかんだ。前置きはもういい。ね、やりましょう、今日も。うん、よし、じゃあ今日は要塞さんね、しのさんについてってもらって、うん、今日はねティギーも一緒だからね、悪いやつやっつけでね、応援してくれてます。あ、でもあれだな、要塞さんは同じところ入れないな、この砂の家の中には。砂の家はね、進行度によって、うん、まあ見た目が中がね違いますんで、妖精さんは、まだね、多分、ミンフィリアとか、いるような状況で多分ね、いると思うんで。タタルちゃんがいるからね、受付にね。妖精さんの画面ではね、うん。あ、そうだ、忘れてた。これを、戻すの忘れてた。よし。さあ、砂の家、戻ってきたけども、真っ暗だね。うん。アルフィの中に。そうね。ガイウス・ヴァン・バイサルは、シドの後見人だった人です。帝国ではね。ちょっと片付いた。あ、そうだね。うん、どうした？あ、なるほどね。お、イダがいる。イダは無事だったんだね。みんなじゃないけどな。あ、ブリタニアで仕事してたんだね。だから、騒動に巻き込まれなかったんだと。あ、ヤシトラも無事なんだね、じゃあ。ああ、なるほどね。うん。連れ去られたんだと。
ミンフィリアのだって超える力に興味があったみたいだからね。そうね。いろんなことがありすぎたよ。まずはどうするんだ？イダは寝てるかどうかわかんないね。ていうか、シドは立ったまま寝れんの。お、なんだ？聞いて。あ、吐いてるのか。感じて。考えて。光の意志を持つ者よ、光のクリスタルを、すべてのクリスタルを揃えし、有なる魂を持つ者よ。あ、そうだね、前回それは揃ったわ。ガルダ魂。我が名はハイデリ、あなたが住む星の声。ついに闇が動き出しました。闇の化身、赤き仮面の者は間もなく滅びに至る混沌を招くでしょう。あなたが手にした光のクリスタルは闇を打ち払う武器となり、闇から身を守る盾となります。心して時を待つのです。闇はすぐそこまで迫っているのです。光の意志を持つ者よ、どうかあなたの力を。よ、よし、ドラだ。おう。で、どこだ？カストルムセントル。なるほどね、ここから奪還作戦が始まっていくんだと。
アルテマウェポンのこと言ってるね、多分ね。ついでにパパリマも犯行の布石。砂の家のヤジトラは冒険者にミンフィリアの救出を手伝ってほしいようだ。任せろ。そうだね。ウルダハの情報や。アドネール聖戦隊、また行くのか。ポルトレーンね、うん、知ってる。ね、アインハルト家を紹介してくれたのがポルトレーン。よし、じゃあ行きますか。妖精さんを拾ってからね。そっか。ああ、なるほどね。ああ、そういうことか。あのね、ここにタタルちゃんがいるんだけど、妖精さんのね、画面には。ここにね。あ、シノさんの画面にはいないからね、あの、出ないんだね、表示が。シノさんを撫でると多分出てくる。ほら。シノさんを撫でると、ね、妖精さんはシノを撫でた。ね。タタルちゃん撫でると出ない。ね。面白い。ちゃんと考えてたんだね。うん。ここにね、タタルちゃんがいて、ね、あの、いる人もいるじゃない。ここにね、居合わせたと。で、タタルちゃん撫でてる時に、タタルを撫でたみたいなね、ログが流れると、えってなるわけよ。ちゃんと考えられてんだね。よし、じゃあ行きましょうか。ね。まずはテレポで。クルダス。使うか。よし、妖精さんも。よし、じゃあ行きますか。ちょっと、どこで行きますか？たまには。ねえ、ママばっかり出すとね、ママに叱られちゃうからね、妖精さんが。やっぱ遅いな。まあでも、どれだけ引き離せるかみたいなのもちょっとやってみようか。どれだけ妖精さんを離すことができるのかね。だいぶ離れたよ、もう。あ、でも妖精さんの画面ではそんなにでもないな。ちゃんとティギーはついてくるのにな。いや、だいぶ距離出ました。あれで無事だといいんだけど。絡まれたらやだな。頑張れ妖精さん。ドスドス走って。まだ仲間だよ。いや、もうだいぶ離されたな。ちょっと待ってあげるか。ごめんね、ごめんね。うん、行こう、行こう行こう。よし、着いたね。アドネール聖戦隊。先制隊だ。
そういえば、なんだっけな、どっかに、まあ、いいか、調べとくか、雪玉を投げるみたいなね、エモートをね、ここでね、手に入れられるんです、クエストで。うん。それをどっかのタイミングでやろうかなと思ってたんだけど。あ、じゃあ、ポルトゥーレーンは下だ。妖精さん、ごめん、こっちだ。ヤシトラとあれなんだね。交流があんだね、この人がね。それだな。ああ、もうミンフィリアだ。金髪の女性。それに何？なるほど。ん？うん。ビックスとウェッジだね、完全にね。うん。よかったね。助けに行かないと。もちろん助けに行こう。長すぎる。そうだね、うん、助けよ二人を。で、どこに不時着したんだ。アルテマウェポン。
なるほどね。リビアはあれなんだろう、ガイウスの愛人みたいな感じなんだ。なるほどね、愛し合ってるね。一応帝国を見張る目、アドネル先生、ダイナポルトゥレンは冒険者に便宜を図ってくれるようだと。ありがとう。ああ、なるほどね。そういうことだったんだね。うん。ゼムリ要塞から届いた。よし、ブリセルに渡すといい。仲間と合流できるようになってくれてると、ありがとう。よし、妖精さん行こう。ゼーメル要塞、ここから出たとこだね。西にまっすぐ行ったところだ。どうしたどうした。ああ、ちょっと待って、やめんか。危ない妖精さん。危ないね、これやっぱりマウント持ってなんてやばいか。じゃあブリセル、これを見てくれ。まずはなるほどね。オーランベイル。うん。よし、わかった。ピエールも。妖精さんを守っていかないと。よし、ついてきてる。あれがね、あの竜の頭に見えるらしいのね。それでドラゴンヘッドなんだってさ。あれね、これね、これこれ、これが竜の頭に見えるそうです。アングルなんだろうな。いたよ、ピエールモン。なるほど。二人の脱走者、オーラン・ベイルのピエールモンは冒険者に有力な情報を提供したようだ。頼む。ここにも
ああ、なるほどね。二人組。じゃあ、あれじゃないか。ビクスとウェジじゃないのか。まだ足跡が残っていると。あったよ。雪中の足跡。いないか。この辺りにはいない。あそこにある。そこに足跡があるんだな。見当たらないか。向こうにでも続いてるね。続いてる方を見とけばいいか。当たった。何も見当たらないぞ。ん？あ、なるほど。そういうことか。橋の下ね。なるほど。ってことは、ウェッジだね。そうか。大丈夫か？なんかすげえアングルになっちゃったけど。大丈夫かい？無事でよかったね、ウェッジ。寒いしが多いな。とにかく寒いんだな。なるほどね。おとりになった。でかいから目立つし。ウェッジは見つけたぞ。そうね。必ず見つかる。うん、よし、わかった。そこに行こう。そう。あ、そっか、まだシドと対面してないのか。そうだね。うん、よし、じゃあそこに行こうか。大丈夫、妖精さん入ってきて。あ、出てこれるちゃんと。どこだっけ？これだ。奇跡の塔。
かっこいいな。ごめんね。シノさんは濡れるわけにいかない。この先だね。あ、あれだ。アベリさん、うん、ありがとう。綺麗な人だ。そう、うん、ウェッジはもうお腹が空いてるから何か食べさせてやってください。玉ねぎララフェル、かわいいね。頭の形が玉ねぎみたいじゃん。優しいな、イシュガルドの人なんだけど、うん、ウェッジからか。ビッグズの捜索、ウェッジは冒険者に人探しをお願いしたようだと。任せろ。うん、そうだね、すぐに助けないといけない。別方向に逃げたってことは逆側を探せばいいのかな。アベリさんが何か見てるかって聞いてみようか。じゃあなるほどね、うん、よし、じゃあ試しにそこを捜索してみよう。裏側か。あ、ここね、うん、あ、見て、カストルム・マリアヌが見えるよ。ほら、さっきだからベスパーベイで見えたやつあるでしょ、帝国の海上拠点。あれがこっから見える。あ、そうか、そうだね。ここら辺にあるんだね、多分。こ、すまん。ちゃんとこういうね、なんつうのかな、エリアの作り込みっていうかね、関連性、うん、しっかりしてるよね。あれがさ、なくたってさ、ね。まあ、ほとんどの人はさ、気にしないわけじゃない。ただ、それでも作るっていうね、すごいよね。なくていいんだもん、だってあれ。すごい綺麗なとこだ。これクリスタルじゃないの、全部。違うのかね。あそこになんか書いてあるぞ。見づらいな。ハルオーネの一応マークがあるね、ここにね。槍がこう3本立ってる。こういう風に。ね。アングルなのかな。わかりづらいかな。わかりづらいね。どのアングルでもわかりづらいね。よし、とりあえず、指定地点で、
まあこのモヤモヤはもう戦闘になるね。着替えたことだったかな。これでも食らえ。よいしょ。オッケーだな。妖精さんが無事でよかった。行ってきたけれども何もなかった。敵が出てきただけだった。うん、ダメだったね。ロニは炎を回せ歯車。ウェッジは冒険者にさらなる人探しのお願いしたようだと、大丈夫だ。見つかるまで絶対に探し出してやる。探し続けてやるから。知ってそうな人に聞いても見てほしいと。あれ、妖精さんは？痛い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 、引っかかってたのか。ごめんごめんごめんね。よし行こうか。じゃあこれ上だな。アベリさんじゃないから上だね。ここでもない。あ、ここでもシャンデリアみたいなのないな。あ、いた。イニアスさん。あ、アインハルト家の管轄なんだね。だから優しいわけだ、みんな。ホワイトブリム方面ね。そうね、行ってみようか。ちょっとね、死ななかったのか。死ぬんだけどな、普通。あれ、妖精さんがいないよ。下にいる？画面、あの、妖精さんの画面だよね。壁に向かってずっと走ってる。ああ、なるほどね。竜に向かって撃つね、あの、なんつうのかな。鉄槌？よし、じゃあやるか。いくぞ。いや、あ、ちょ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 。違う。いや、忍術使ってた。なんだよ。痛い。いや、なんだ、落ちちゃったのね。よし、行くよ。この辺りか。あれがダラガブの破片が落ちたのね。あの、エーテルが硬化したとかあるでしょ、赤く。クリスタル化しちゃったやつ。中央にね、ありますよ。
破片がちょっと見てみましょうか。わかりません。いや高い。あれね。これ丸ごと。これがダルガブの破片。これがね、メテオ計画の時に降ってきて、これドンと刺さった時に周りのエーテルが降下したのと。ここから見てもあれが何か全然わかんないね。ただ人工物だね。なんだろうあれ、まあいいか。ドラゴンヘッドたる壊れたあれね、この破片。これなんだろうね。今度調べてみようかな。なんかすげえ輝いてるのこ、綺麗だ。お、わかるよ。ヤシトロがいるんですか。あ、いるじゃない。ビッグズがいるじゃない、そこに。よし、じゃあ着替えようか。よし。あ、妖精さんとのパーティーを一回、解消しなければならない。うん。ちょっと待っててくれ。待っててくれるってさ。よしやるか。ビックスはあれなんだね、文句なんだね一応ね。よしやろう。よし。まとめて相手しちゃう。まだいるな。どっちをやるべきなんだろうか。ビックスを守った方がいいな。ないのからやるぞ。いやー危ない。じゃねえな。まだ来んのか。こっちを向け。まだ忍術が。よし、やれたんじゃないか。よし。
そうだそうだ、無理すんじゃない。うん、頼む。うん、私は妖精さんを連れて帰る。よし帰ろう。パーティーに誘うか。よし帰ろう。もう寝てたでしょ。どうした、来ないぞ。来た来た。で、奇跡の城に戻ればいいか。よし、じゃあもうここはね、まずはだ。ママに乗せてもらおう。相変わらず見つめ合ってんな。サムライに変わっちゃった。よし、熱い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 。あとはもう親方に合わせるだけだな。そういえばそうだな、飛空艇からね、脱出してきて逃げ助けたのもまた、ね、二度目ですよ、これで。ねえ、よかったよかった。
なるほどね、うん、そうね、カストルムセントリーに行きましょうじゃ。その前にモードナにあるレブナンツトールに行かないといけないね。よし、じゃあ行きますか。ウェッジ、そうね、よかったよかった。うん、モードナに集う猛者たち、奇跡の塔の指導は冒険者と共に情報を集めたようだ。いよいよ行きますか。なるほどね、じゃあそこに行きましょう。うん、昔はね、なんつうのかな、ちょっとしたね、広場にエーテライトと、まあ、ちょっとした建物がね、まあ、立ってただけなんですけどもね、そこにいるね、ロエナさんっていうね、まあなんつうのかな、凄腕の顔役がいるわけ。あれどこ行った？妖精さんどこ行った？その、あ、違うわ。ちっちゃくなって出てきたからまた違うわ。名前ちょっと似てたからね。あ、いたいた、ちょっと全然気づかなかった。燃えてたわ。ちょっと何してんの。でもあれか、妖精さんはね、実体のないエーテル体ですから全然熱くないんだと。よし、行きましょう。行くよ。さて、じゃあどうすかな。ちょっとね、ここはね、思考を変えて、シノさんジョコボ乗るでしょ。妖精さんママに乗った。これなら移動速度同じなんじゃないかな。ね、ほら、なんかもうカラスマル全然乗れてないからね、ちょっと。あれ？全然遅えな。全然遅えな。なんだ？あ、そっか、あれだ。クエストのね、進行具合でこう移動速度がね、上がったり下がったり、上がったり下がったりもしないか。ね、上がったりするから。シノさんは多分もう上がってるんだろうね、この空座師匠。妖精さんはもう全然だから。なんだったらもう走ってた方が、あれだわ。ねえ、それ、普通に走ってね、距離が空くよりも全然、全然開いちゃう。チョコボーとね、ママに乗ってると。ママに乗った方がいいのかな？まあいいか、これもいいや、これで。これはこれで面白いからいい。早く来て。来た来た来た。恐れた恐れた。急げ急げ！エリアはもうすぐそこだ。よし。
というわけで皆さん、ここがレブナンツトール、ね、でかい町でしょ、うん、ちょっと待って、今妖精さん来るから。来た、うん、というわけで、あ、妖精さんがアチューブメントね、モグドナに到達せし者、そうだから初めて来るんだね、妖精さんは。シノさんはなんだ、ここにね、あるんですよ、ね、いますでしょ、ウィスカード、うん、まあ、彼がね、ミラプリのねクエストをね、あそこで出してくれるんで、先にね、まあ、モーディナに一足先に来て、まあ、ミラプリのクエストをクリアさしといたと、まあ、いうことでね、まあ、シノさんはね、まあ、こちらのねレブナンツトールには来たことがある。さあ、じゃあ妖精さんは交換。うん、というわけで今日はここまでにいたしましょうかね。こちらのスラフボーン、うん、と話すところでね、まあ開始となるでしょう、このモードナ編。ちょっとどんな感じなのかだけご覧いただきましょうか。ここがカストルムセントリーね、うん、ね、ここに今ミンフィリアが捕らえられていると。ミンフィリアだけじゃないね、パパリモとかもそうだね、ウリエンジェとかもかな、うん、まあここに潜入するための足がかりをまずはモードでね切り開いていくと、うん、こっちは性恋なく財団の、ね、調査地という場所です。よし、じゃあ今日はここまで、ね、お疲れ様でした、ね、長時間のご視聴ありがとうございました、次回もご視聴よろしければご視聴の方お願いいたします。というわけでお疲れ様でした。ごきげんよう、さよなら。お疲れ様です。